なんか神々しいのがあるね。ちょっと待った、いろいろ何か起きるかもしれないから、じゃあ見ますか。アルファレジストリのマスターファイル。無傷か。ああ、汚れはなさそう。グズグズするな、コピーするんだ。これで大いなる母の中のレジストリを復元して、開けて中へ入れる。そしてその先の秘密も。生まれた場所、それに私の親が誰かも。誰か、まったくおめでたいやつだな。アーロイ、お前の望む誰かなどいない。お前を産んだのは誰かではなく何かだ。黙れ。私は普通に生まれた。だがお前は機械から生まれたんだ。しかしそれは一体どんな機械だ。お前を産んだ理由は。エクリプス。そこを脱出しろ。それを失うわけにはいかない。もちろんお前もな。生きていたか。いいぞ。お前にふさわしい死を考えてやる、小娘よ。これまでの人生でこれが定めだと確信してきたことがある。それはサンの偉大なる戦士として栄光をつかむこと。陛下が殺された時も、都を追われた時も、その確信は揺るがなかった。貴様が現れるまでは。貴様がまだ生きていると聞いた途端、疑いが芽生え始めた。何があろうと日は昇り沈むように、私が狙う者は必ず死ぬ。だがしくじった。それはなぜだ。発掘を邪魔されるたびに、兵を殺されるたびに、疑いの目が大きくなっていった。貴様の喉にナイフを突き刺した瞬間を思い出す。そのナイフをほんの少しひねっていれば、貴様は死んでいた。殺しは息をすることと同じだが、ためらってなぜか定めを全うできなかった。ロスト、早待ちだと分かっていた。お前のようなやつでもまだ良心が残っているとはな。すぐに殺さなかった。顔を太陽に向けるのだと言って、殺人を宗教的な儀式にすればさぞ気が楽だろうな。いいや、貴様を殺すことに疑問の余地はない。しかし貴様の言うこともあながち間違いではない。本当のところ、貴様を殺すことに価値はなかった。ただの野蛮な女、そう考えていた。今もなお殺そうとはしたが、できなかった。この失態が私の心を絶えず苦しめる。貴様をあの地下の施設で捕まえたその時、私は感じたのだ。ここに至るまでの出来事を通じた偉大なる神のご意志をな。貴様はあそこで生き残る定めだった。そして発掘を邪魔し、我が部下を殺すことも。ということは、ここで貴様を捕らえることも定めだ。なればこそ貴様は
神への生贄として死ぬことができる。すべては必然だったのだ。神の意志で運命づけられていた。どうしよっかな。神ね。何が定めだ。ただ命令に従ってるだけで大いなる導きなんかじゃない。お前はな、ハデスの操り人形なんだよ。いいように使われるだけの駒に過ぎない。人が死ななきゃ笑い話にでもなったかもな。ハデスは古代の機械なんだ。埋もれし影の神話なんかじゃない。メリディアンなんか気にもしてない。ただ全ての破壊を望んでる。お前はその忠実な下僕。私は埋もれし影ではなく日陰の神に仕えている。この分かたれた世界は大義のもとに一つになる。影と太陽、闇と光。どれだけ馬鹿げたことを言っているか分かるか。異常な殺人狂の三王に仕えた後に異常な殺人機械に鞍替えとは。その先にあるのは破滅だ。貴様の燃え盛る死体を見ながらその言葉を思い出すとしよう。貴様には本質が見えていない。打ち負かされて理解できないのか疑いが見える。確固たる信念からこそ飽くなき力が湧き出てくるのだ。この檻を開けてその信仰を試してみろ。その思惑通りに行くかどうか。輪はすでに閉じられた。すべてのものがあるべきところにある。本来の場所にな。囚われの身となった獣は真の目的を果たす。生贄の獣として。ああそう、生贄といえばな、言っておくことがある。エクリプスのネットワークを破壊されて私は東方に使者を送った。兵を召集し聖なる地への侵略を開始しろとな。全野良族の抹殺を命じた。そこで捕らえるつもりがどうだ。その必要はもうなくなったようだな。不必要な流血。なぜ理由もなく無実の民を殺させる。そんなの無意味だ。確かに私が手を下すべきだな。いずれにせよ命令の撤回さえもう叶わぬこと。それも貴様がネットワークを破壊したおかげ、遠方との連絡は不可能になったのでな。自分だけでなく部族に破滅をもたらしたのだ。貴様はこの後に及んでも焼けつくような神の意志を感じぬというのか。フォーカス、実に強力な装置だろ。しかしこんなにも脆い。見ての通り、今度はためらいなど微塵もない。定めがお前に死をもたらすのだ。影の日々が終わりを迎え、我らは時期に新しい夜明けを迎え、新たな日がやってくるだろう。そしてその時、偽りの三王の命運は尽き、聖なるメリディアンは我らのものとなるだろう。そのために私は天啓を全うする使いとなったのだ。我らシャドウカージャは大義のために結束しよう。影から太陽、光から闇、夜から朝へ。さあ見よ。立ってはならん。
その目で太陽のご加護の証をしかと見るのだ。太陽にその存在を受け入れられ信念を貫いていなければ影が太陽の光のもと生き抜くこともできなかったろう。何年も前、偉大な広場を捧げるため天将ディラン様がベヒーモスを使役し多くの信仰なき者を殺した。太陽のもとベヒーモスはその力を振るったが、その力を与えたのは他でもない影だということを忘れるな。ここにいる娘はこの砦に忍び込み我らをたばからんとした。この者を一人目の生贄にせん。武器がなければ勝ち目はないな。マジかよ、いきなり。この広場から出られない。奴の力を利用できれば。さあ来るぞ。利用できれば武器を取り戻す。武器なし。柱もろい。もう一度だ。それで柱は倒れる。ベヒーモスを柱に激突させるんだ。なかなか来ないね。前に出てはダメ。全然突進してくれないね。どうする。あの土台を崩せれば武器が取り戻せる。それは分かってるんだけど。突進してくれないからな。崩れた。危ねえ。じゃあ始末といきますか。武器さえあればなんてことはない。かかってこい。腰のフリーズキャニスター。氷の矢なら破壊できる。氷がないのよ。あの部品、これだね。向かって物を持ち上げてるのかな。
これでどう？まだ。痛いね。よし。弱点か。来たんだな。本当に危険を冒して。ああ、もちろんだ。お前が死ねば聖なる山の秘密は海の藻屑となる。それなら悪いが、もう無理だ。ヘリスにフォーカスを壊された。アルファレジストリもだ。心配するな。モニタリングしてる間にお前がスキャンしたデータは全てコピーしておいた。すんなり新しいフォーカスにデータも移せた。お誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。どうもあんたを好きになれる気がしないな、サイレンス。でもこれは必要だ。生まれた地に向かえ。生まれた理由もわかるかも。ああ、私を産み落とした機械を調べる。そういうことか。それではな。待て。なんだ。ヘリスはお前を知っていた。ヘリスはお前のことを知っていたな。エクリプスに手を貸したって言っていたが、まさか奴を知っていたとは。私の仇を。ああ、知っていた。奴はとても危険だ。奴とハデスの思惑を阻止するよう力を尽くす。ああ。お前もオーバーライドできるのか。いつの間にオーバーライドの仕方を。お前がやり方を見つけてからだ。コラプターを破壊して部品を手に入れる必要があったがな。その倒し方もお前を手本にした。フォーカスを通じて行動を把握していたおかげだな。実際方法はバヌーク族のシャーマンが行う儀式と大して変わらんものだ。まあもちろんもっと高度だが。なるほど、私のおかげってこと。ああ、じゃあ特別な技っていうわけではないけど、そうだね、技法を編み出したわけではあるけど、だいぶあれだね、フォーカスでそれ伝達したらいいことにはなりそうだね。フォーカスをつけていなかったのになぜ場所がわかった。呆れたものだ。フェリスがお前を太陽の広場に放り込むことは誰でも予測できる。間に合わせるためにストライダーを2機もダメにした。さあ行くんだ。んじゃ、野良族のとこ行こうか。私は行く。
厄介なことに、ヘリスがエクリプスに野良族の聖地襲撃を命じた。部族は弱り切っている。抵抗もできないだろう。お前も来てくれ。それは断る。私には他にやることが。一体何を。聞いてもしょうがない。秘密なんだろう。時が来れば連絡しよう。また後で話そう。それはそうと、シャドウカージャの領土に戻る時のために素性を隠す鎧を用意した。いろいろ気が回る男だ。お前のためだ、アーロン。アルファレジストリを手に入れた時の私は必要以上に厳しすぎたかもな。きっと山の中で何かではなく誰かがお前を待っていると願うよ。いやあ、さあ、とりあえずこれで、あ、メインにいろいろ進んでたんだね。3の死神クリア。いやー、いろいろ一気に進みすぎて、敵討ちがいたっていうのは一つだね。で、シャドウの防御。あー、なるほど。これはそういうやつなんだね。で、いろいろ戻ってはきたが、いやー、だいぶかかったね。やっぱ続けてクエストがあると、なかなかのところだね。これやっぱ強かったね。ダブルシード。ボス戦になった瞬間、めちゃくちゃ、威力発揮する。で、だいたい攻撃特化は取っていったんで、まあ、回避の妙技とかだよね。この回避距離伸ばすとか。リーダーストライクとはこの辺り取るか、とりあえずちょっと貯めて一気にっていうのもありかも。あ、これ足りねえと思ったらやるとかね。それでいいような気もするな。ここら辺はほんと隠密だからね。はい、ということで、そうですね、ちょっと長めになって半分になってるかもしれないですけど、ここまでご視聴ありがとうございました。まあまあまあ、また続きをやっていこうと思います。次はノラの服新奥だね。いや、なかなかやったなぁ。いや、結構ね、分かることも多かったけど、一回整理しないと追いつかない感じもあるね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。